チャルトリスキ家の紋章、ヨナス・チャルトリスキスは、リトアニア大公国の政治並びに、軍事的指導者である。ヨナスは、ボルイーニに基盤を置く守備取り外の主な支持者の一人でも、あった。積極的かつや進化の功ヨナスとその弟である、アレクサンドラスは、ジュ王子のリトアニア大公、ジー、e. ・イーマンタス・ケースト・タイティスの意向を利用しつつ、 G.E. ーーマンタスの先制政治に対する国内の不満を利用して、これを排意して、守備取りがいらの福井、あるいは場合によっては、自身がリトアニアの最高権力を握ることを決めた。暗殺者たちは前もって、リトアニア諸侯の指示を取り付けて1440年に G.E. ーーマンタスを殺害した。ヨナスはトラカイ登場を獲得したが、道場は、 リトアニア大公の宝物でもあった。ビリニュスを掌握しようとする目論みは、自身の味方であったヨナス・ゴシュタウタスが、ポーランド国王ブワディスワフ2世の息子でジョージにあたるカジミエラスを、次期大公に宣言したことで外れた。それどころか、ヨナス・ゴシュタウタスからの迫害が始まった。ヨナスは、御社の完全な保障が出ない間は、自らの行いを変えようとはせずに、 トライカイ島城も返却しなかった。御社は出たものの1445年には二度にも渡ってリビウの裁判所に赴いている。ヨナズはポーランド国王ブワディスワフ参世から自身の安全の保障を獲得し、ポーランド国内のルーシ系諸公の援助を利用してブダで特権を得ている。これは後の1569年にジーギマンタス・アウグスタスによって確かめられた。 ありがとうございます。